暖炉暖炉とは、室内に作り付けられた暖房装置の一種である。暖房としての役割は、副次的、またはなく、主に部屋の装飾として設置される場合もある。暖炉は、耐火レンガや、石材などを用いて、室内の壁面などに作られた炉で、煙突で家屋の外部と直結している。炉内で、焚木や石炭を燃やし、その熱で室内を暖房する。 現代では、煙や人体に、有害な一酸化炭素を出さないエタノール、燃焼暖炉や、炎のように揺らめくイルミネーションを映し出す、電気式の疑似炎暖炉もある。ストーブとの根本的な違いは、燃焼用空気の調整弁の有無である。暖炉は焚き火と同じ解放燃焼暖炉であるので、燃料の量のみで燃焼を制御する。土焼には、耐火レンガが必要で、火事を防ぎ、 燃焼効率を上げるためにその断熱には最大限の注意を払わねばならない。また、煙突への接続部はスロートがあり、燃焼ガスのみを吸い出し、屋外の空気の逆流を防ぐために絞りが与えられている。これがないと室内の空気が過度に吸い出されるため、部屋の温度が上がりにくく、不使用時に隙間風が入る。暖波でその解度は調節でき、不使用時には閉めることができる。 暖炉スロートを用いても暖房効率が低く、焚き木を燃やして得られたエネルギーのうち90%は煙突から外部に放出される。近年では焚き木を燃やしたエネルギーの半分以上を暖房として用いることができる。焚き木ストーブを暖炉のように壁に埋め込んだビルトイン焚き木ストーブを暖炉と称することもある。また、暖炉は特に西洋では部屋の格式や 石字を決める上での重要な調度品であり、暖炉周りのマントルピースなどの装飾には力が注がれる。炎の前方には耐熱ガラスの扉が付けられることもあるが、副遮熱が減少するため、暖炉後方に通気し、得られた熱風を下から噴出して熱効率を改善するタイプもある。灯された暖炉と前方の網前面が開放式で焚き木を燃料とする場合、 はぜた火の粉を止めるため暖炉の前方に金網、ロートアイアンやガラス製のついたてや鎖片びらのようなカーテンを設置する。金網と炎の間の床は耐火剤で作られる。石炭の場合は火の粉の心配がないためついたては用いない。開放燃焼暖炉は室内の空気を消費してしまうので燃やせば燃やすほど火から遠いところでは隙間風で寒くなる。 最近の欧米の設計手法では、空気取り入れ口を暖炉の灰箱下に設けて、外部の空気で燃やされる。完全に外部の空気だけで燃やして、炎をガラス窓から見る、ビルトイン焚き木ストーブも出現している。焚き木をくべるときには扉を開けるが、その他は一切外気との接続を立つので、煙の室内への流出や、暖炉外との空気の出入りがない。 この方式は高機密住宅にも適するため、通常の焚き木ストーブでも同様の製品が多くなっている。海外では大気汚染防止の観点から都市部での暖炉が禁止されている地域もあり、このタイプの暖炉が普及しつつある。解放燃焼暖炉の場合、焚き木は紅葉樹を用いなければならない。杉山津では、火の粉や燃焼時の焚き木のハゼが多く、火事の原因ともなる。 暖炉は焚き火と同じく供給される空気の量を調整して燃焼速度を調整することができないので焚き木の大きさで火の大きさと燃焼時間を調整する現在多く売られている焚き火ストーブ用の焚き木では細すぎるため火が大きくなりすぎて危険である火の大きさが適正な場合はすぐに燃え尽きるため頻繁な旧焚き木が必要となる金属煙突の場合は 二重煙突を利用すると、煙突外部との断熱性が良く、煙突内部が高温に保たれる。レンガ煙突の場合も、保温のために中空レンガと断熱材が用いられる場合がある。煙突を保温した場合、冷えやすい煙突に比べて、排気効率が高くより少ない熱で排気できるため余った熱を燃焼にフィードバックさせることができる。それにより燃焼を呼び、 暖房効率が向上する。副次的効果として、煙突内部へのタール分の付着が少なく、煙突掃除も楽なため、結果として経済的である。煙突は、レンガや石材の場合、雨よけの傘は特に必要がない。仮に20センチメートル角の煙突に30ミリメートルの雨が降って上部から1.5メートルの範囲が濡れたと、 仮定すると、その水膜はわずか1ミリメートルにとどまるためである。暖房用暖炉の場合、表面に木材や石材を化粧材として貼り付けたり、上部に棚状になったマントルピースを作ったりすることが多い。11世紀までのヨーロッパでは、日本のいろりと似た構造の炉を屋内に設け、用いていた。12世紀に入ると2階建ての建物が作られ、始めるようになり、 屋内に色を設けると天井口が吹き抜けの平屋に比べて低いために火災の危険が高まった。その解決法として不燃材で作られた石やレンガの壁際に沿道を設けるようになったのがヨーロッパにおける煙突の発明及び暖炉の始まりである。そのため初期の暖炉は現在の暖炉と異なり廃炎を目的とした大きな風土と火の好みで構成されていた。 暖炉はその建造にかなりのコストがかかるため暖炉の数や煙突の数に応じて税金がかけられるほどの高級品であり18から19世紀頃までは一般的な家庭には存在しなかったただし紀元前の中国やローマでも焚き木ストーブや暖炉に類するものがすでに発明され使われていたそれらの技術は伝承しなかったため 現代の暖炉との技術的なつながりはない。煙突及び暖炉の発明によりへの間取りのどの位置にも炉を設けることが可能になった結果、部屋を区切り各く部屋に調理を目的としない暖房装置としての暖炉が設けられるようになる。その結果、客間の暖炉には一番居心地の良い暖炉のそばを神とする習慣ができた。 平屋の調度品としての重要度も高まり、暖炉周りのマントルピースの装飾に力が注がれる伝統ができた。16世紀頃には暖炉の設計手法が確立されて、煙の逆流に対する耐性などが上がり、現在の暖炉とほぼ同じものが作られるようになる。17世紀には北欧でいろりの周りをレンガで囲む技術が発明され、それがロシアに伝わったことで、ペイチカが発明された。 今の焚木ストーブに発展する鉄製暖炉は1742年にアメリカで発明されたフランクリンストーブである。鉄の暖炉自体は14世紀末からフランスで使用されていたが、それらの暖炉にはバッフル板がなく暖房効率は暖炉と変わりがなかった。フランクリンストーブは全面以外の五面を鉄で囲って、 バッフル板とそれによる逆サイフォン燃焼機構を装着したため、放熱面積が多く、通常の暖炉よりは暖房効率が高かった。改良型のフランクリンストーブは扉がついており、扉を閉じて使用するとさらに高い暖房効率を発揮した。発明者のベンジャミン・フランクリンは、発明品やその恩恵は全ての人々が自由に分かち合うべき。との考えから特許を取得しなかった。 このためアンカナ模倣品が大量に流通した結果、一般家庭にも暖炉が普及した。改良型フランクリンストーブは暖炉であると同時に、焚き木ストーブの最初の製品にも位置づけられる。暖炉は、焚き木などの生成されていない燃料を使うため、大量の汚染物質を大気へと放出する。フランスでは暖炉による大気汚染が深刻な事態となっており、同国における、 大気汚染の約23%が暖炉の使用によって発生する媒園であった。そのため、2015年1月以降、フランスにおいて暖炉の使用は禁止されている。スマイナビ、焚き木や火のない暖炉を暮らして入れ簡単、子供がいても安心、日本経済新聞ゆかん2017年12月27日、暖炉作りハンドブックその働きと、詳細、奥村昭夫、編著。 建築資料研究者、1991、148P、237、218mm、ハードフランス暖炉使用ダメ、パリッコ嘆く、日本経済新聞有観2014年3月18日、大気汚染対策で暖炉が、使用禁止に、フッツパリシ都圏、県、アフプブニュース。ありがとうございます。